突然ですが、僕は今鉄道に興味を持っています。で特に京王電鉄が好きです。でこちらがその、京王線の写真なんですけど、まず京王線で特徴的なのが、そこの線路の幅が、1372mm で、馬車切り間っていうんですけど、実はこの線路の幅は、日本だと京王線で直通運転をしている都営新宿線と、あとは路面電車の都電荒川線、東急世田谷線、あと札幌市電だけなんですね。だからそう結構珍しい線路の幅なんです。で、今年あった、ニュースというと、この写真は調布駅っていうその京王線の相模原線と京王線が合流している駅が地下化された時の写真なんですけど、その時は、朝の10時頃まで、運休して工事を行っていました。でも、だから調布駅は通れなかったんですけど、さすがに電車を走らせないと不便なんで、調布駅の手前の飛田給って駅で折り返していた時の写真です。で、車両は7000系って言って、今京王電鉄で一番古い車両になってるんですけど、その中でもこれかなり古い方で、今走ってる7000系って新しい方の7000系だと、その鉄板に直接波を打たせて、鉄板を補強してるんですけど、横のこれは細い波打たせた鉄板を貼り付けて補強しているコルゲートっていう、板を用いた車両体になってます。で、あとこれからある主なニュースというと、来年の2月の22日に京王電鉄は調布駅が地下化されたことによる大規模なダイヤ改定を行う予定で、まず僕が住んでいるところは神奈川県の相模原市の橋本というところなんですけど、そこには京王相模原線が通っています。で京王相模原線に、この度約10年ぶりに特急が復活して、ただし昔あった特急よりも停車駅は増えて、今ある急行と相模原線内は同じになります。で、あと区間急行っていう種別が、今ある通勤快速っていう通勤時間帯だけ運転されている種別から区間急行ってのに名前が変わって、平日の昼間の時間帯や土日にも、走らせられるようになります。なんですけど、僕は別にずっと鉄道が好きだったわけではありません。僕が幼稚園生だった頃、英語の幼稚園で、太陽系にソーラーシステムに関する授業をやって、そこで太陽系に興味を持ちました。で、だからで図書館に行って、その太陽系とかに関する本を借りて、惑星が一体何でできているか、どうやってできたかなどを調べたりしました。あと、家から車とかで30分ぐらいのところに、JAXA の相模原キャンパスっていうのがあって、そこに遊びに行ったりもしてました。一般公開の年には今でも毎年通っています。で、この写真はそこの JAXA 相模原キャンパスにある本物の MU5 ロケットの2号機です。じゃあ、ロケットって普通打ち上げられたら、そのまま、上の方は宇宙で行っちゃうんで、そのまま大気圏突入して消えてなくなっちゃうはずなんですけど、じゃあなんで今ここにあるかっていうと、本当はこの MU5 ロケットの2号機で、ルナ A っていう月探査機を打ち上げる予定だったんですけど、結局そのルナ A が開発できず、打ち上げられずに燃焼試験とかに使ってそのままだったので、相模原キャンパスに運ばれてきたって形になります。で、反対にはもっと古いロケットがの模型があったりするんですけど、で、そう、地球ができていく際にやっぱり重要なものは何でしょう。やっぱり生命が生まれたことだと思うんですけど、そういうような解説を見ているうちに古生物にはまりました。特にアンモナイトに興味を持ちました。で、これがそのアンモナイトの化石なんですけど、アンモナイト見てみるとなんかまるで巻貝みたいに見えるんですけど、俗に言う巻貝とか言われるものは大抵軟体アンモナイトと同じ軟体動物の中でもオノアシ類っていう仲間に属するんですが、アンモナイトはオノアシ類ではなくて、今いるイカとかタコとかと同じ頭足類に属しています。で、同じような形をした生物だとオウムガイっていうのが今でも生きています。で、この化石っていうのはその生物の死骸骨やからそのものではなくて、そこに鉱物が染み込んでできたものなんですね。で、図鑑でそういう解説を見ていたうちにかどうか知りませんが、
まあ、3年生になってから鉱物に興味を持つようになりました。で、一口に鉱物とは言っても、正方形や六方形といったその結晶の形から、珪酸塩鉱物や硫酸塩鉱物といった、まあ、その鉱物が一体何でできているかとか、まあ、そういう分類によって、まあ、クォーズとかトーバーズとかアマゾナイトとかクロシドライトとかクドミョバンといったさまざまな鉱物が分けられています。で、まあ、どういうものがあるか調べていたら、まあ、ふと目についたものがあります。組成式です。組成式っていうのは、まあ、要するにこの鉱物が一体何でできているかを表す式なんですけど、そこに使われているアルファベットは一体何だろうと調べていったら、まあ、3年生の頃化学に興味を持ちました。で、まあ、とはいっても何かしないんですけど、まあ、鉱物って無機化合物ミネラルなんですけど、無機化学なんですけど、なぜか自分が興味を持ったのは有機化学だったんですね。で、毎朝、まあ、土日とか早く起きて暇だったらパソコンをつけて、まあ、こういった分子の立体模型を、まあ、パソコンの画面上で一例でソフトで遊んだりとか、あとは、あとはですね誕生日プレゼントに実験道具買ってもらったりとか、あとはあのテストで1点取った時に科学の雑誌であるニュートンを買ってもらったりとか、まあ、そういうことをしてました。で、それでさらに、まあ、この原子って何でできているんだろうっていうのに興味を持ちました。で、そこでハマったのが素粒子です。で、まず世の中の大半の物質がアップ、ダウン、あと電子といった、まあ、3つの粒子だけでできているということに驚きました。で、その素粒子を、まあ、絶対に目で見ることができない世界なんで、まあ、とても興味は深まりました。なんですけど、それを見ることができる装置があります。これが加速器で、まあ、これはあの高エネルギー加速器研究機構の一般公開に行った時の写真なんですけど、まあ、その素粒子っていうのは大抵、プラスかマイナスのどちらかに帯びている場合、あの、まあ、電気を帯びている場合が多いので、まあ、それを使ってどんどん粒子を加速させていって、まあ、ぶつけて、まあ、いわばその素粒子を壊してどういうものが発生するかによって構造とかを調べたりとか、まあ、そういうことをしたりしている装置です。で、5年生になってから、まあ、結構こう何の脈略もなくになんですけど、ハヤブサに興味を持ちました。まあ、なんですけど、なんかそうドラマとかそういうところよりは、まあ、使われている技術とかにとても興味を持って、まあ、例えばなんですけど、ハヤブサやっぱりトラブルが多くて、まあ、姿勢を制御するリアクションホイールって装置が、まあ、3つあるんですけど、そのうち2つも壊れてしまって、どうしたかっていうと、その太陽光パネルが受ける太陽から出てる光光子の圧力を使って姿勢を制御したりだとか、まあ、あとはそのハヤブサを動かすのは、まあ、イオンエンジンっていう装置を使ってるんですけど、まあ、それを規制能をイオン化してそれを加速してとかいう仕組みが、まあ、よく分かりました。で、まあ、その時自分5年生で、まあ、夏休みの自由研究はあのハヤブサについてだったんですけど、まあ、その年はあの自分一人だけだったんですけど、まあ、次の年はハヤブサが帰ってきてニュースや新聞とかで話題になっていたおかげで、なんかあの自分はもう他のことやってたんですけど、まあ、次の年にはなんか学校全体で10人ぐらいやってる人がいました。はい。まあ、で、まあ、あるところにマグカップがたくさん並んでいるとします。で、自分はどれか一つのマグカップの中にいるんですね。で、まあ、そこに自分は上から興味の水をどんどん注いでいきます。で、注いでいるうちは、まあ、周りは見ることができないので、どんどんそこに水を注ぐことだけに集中します。で、大体、まあ、自分の中で結構上の方まで到達して溢れてくると、他のマグカップに移動することができるようになっていきます。で、まあ、そうするとまたそこに水を注ぎ始めるんですよ。で、まあ、やっぱりそう一人で船旅とかしていると、まあ、やっぱり寂しいし、一人で動ける距離っていうのはやっぱり限られてきてしまいます。じゃあそこで一緒に船旅をする仲間を自分はいつも探しています。で、そうすればさらに遠くまで進むことができるし、いろんな方角を同時に見渡すことができるようになります。なんですけど、まあ、昔通ったコップ、使ったコップも使った方が、まあ、遠くに進めますけど、やっぱり昔注いだコップは水が蒸発していますよね。なので、自分はそこにも常に新しいニュースが入ってきたらそれについて調べたりするしっていうふうにするようにしています。で、まあ、ちょうど3年生の頃、まあ、やっぱり科学とかだとやっぱ友達とかはあまり話をしても分かってくれないんですけど、やっぱり自分にとっては楽しいものなので、できれば友達と話がしたいです。で、2年生の頃に、まあ、アンモナイトで頭がいっぱいになっていて、まあ、アウトプットしようってことでアンモナイト図鑑とかいうのをパソコンで作ってたりしたんですね。で、
3年生の頃、自分はちょうどその頃、友達が神経衰弱のようなカードゲームを作っていて、自分も、神経衰弱なくていいんですけど、なんかカードゲームを作って友達と遊べたらいいなと思ったんですよ。で、戦うようなゲームじゃなくて、相手とつながるような仲間に入れるゲームを作ろうと思ったんですね。で、ルールとか大体決まってきたんですけど、一体キャラクター何人にしようかと思っていて、その頃科学が好きだったんで、じゃあ科学を使ったカードゲームにしてしまえば友達と一緒に科学が楽しめるんじゃないかと考えたんですね。でそこでできたのがその、パルフェとかで書いてあるケミストリークエストです。で、そのケミストリークエストできて友達と遊んでもらいました。反応は、とても楽しそうにやってもらえて、 できた文章とかこれは何って言って、とても興味を持って話とかをすることができました。で結構友達とかの反応良かったんで、東京国際科学フェスティバルっていうイベントを見つけたんで、5年生の時にそれに出展してみようと思いました。で、そうしたらで、やって、で、子供とか来たら、カードゲームですやってみませんかって言うんですけど、やっぱり大人とかだと大人とかが難しいんじゃないのって言ってくるんですよ。でそこで頑張って、簡単ですよ簡単ですよって無理やりやってもらうと、そうするとやっぱり子供はカードゲームだと思ってやってくれるんですよ。でそうすると本当にカードゲームで楽しいんですよ。で、本人たちはやっぱりそうすると楽しいんですけど、やっぱり周りから見るとちっちゃい子供がホルムアルディヒドとかシアン化水素とかやってて、めっちゃ異様な光景ではあるんですけど、でやっぱり科学に触れ合ってもらうことができたし、自分もやっぱり遊んでたので楽しかったし、でさらにこの東京国際科学フェスティバルっていうのは結構国立天文台とかも関わってたりして、そこの教授とかも来てもらって、部下もいて、ゲームやってもらったところ、これはいいゲームだとか言ってもらえて、で、もっと広めたいと思ったんですね。このゲームをもっと広めたら仲間がどんどん自分に増えていくんじゃないかと思ったんですよ。でそこで、去年僕は起業してこのカードゲームを商品化しました。でも商品化しただけではまだ収まらず、さらにこの要するに、だから作った時からの夢が一つあったんですね。だからその科学っていうのは世界共通で、目の前に水があったとして、日本語だと水になるし、英語だとウォーターになるし、中国語だと水になってしまうし、言語によってやっぱり表すものは違うんですけど、そこで H2O と言ったら一発で伝わるわけですよ。そんな風に科学ってやっぱり世界共通なんで、自分は英語できるし、世界にこれを広めていきたいなと思ってたんですよ。で、今年の夏にシンガポールに行って、現地の子どもたちに英語でこのカードゲームを教えてきました。で、そうするとやっぱり驚くことに、日本ってやっぱり反応が同じなんですけど、やっぱり最初見ると難しいんじゃないのとか言ってくるんですけど、It's easy, it's easy ってやって、そこで無理やりやってもらうと、やっぱりとても楽しんでもらえたし、同じように分子に興味を持ってもらえて、やっぱりこれは世界で通用するなって感じてもらうこと、感じることができました。なんですけど、やっぱりこうやって各国とかいろんなところに毎回毎回自分が行ってカードゲームを教えていたら、とてつもなく時間かかってしまいますよね。でそこで今、自分は、自分でアプリを、携帯のアプリを、 iPhone のアプリですねを作って、今世界に向けて配信しています。で今だいたい2000ダウンロードぐらい、で今だいたい2000ダウンロードくらい来てるんですけど、だいたい4分の1とかそれぐらい海外からのものになってるんですね。で、こうやってボタンとかに英語を使ったりして、外国の方でも遊べるようにはしてあります。で、はい、で、こうやって広めていったら、将来やりたいことがあって、このカードゲームで世界大会を開きたいなと思っているんですね。でカードゲームのこの世界大会を開くことによって、その同じことに興味を持った人たちがつながりを持ってもらえたら嬉しいなと思っています。で今鉄道が興味ですが、1年後10年後20年後一体自分が何をやっているか分かりません。ただし一つ確実に言えることがあるとすれば、自分は絶対に自分が興味を持っていることを探求して、それをとても楽しんで何かの形で仲間と共有できていると思います。ありがとうございました。